沖縄本島から東におよそ360キロ、太平洋に浮かぶ北大東村です。中国による海洋進出を念頭に、北大東村議会は今日、島への自衛隊の誘致を求める意見書を全会一致で可決しました。今日、北大東村議会に提案された意見書では、外国の海軍は外洋進出の頻度を増し、島民は恐怖を感じていると現状を指摘しています。国家の安全保障、防衛基盤充実の地理的観点から、本村は自衛隊配備の適地であると資料しております。その上で、次期中期防衛計画の作成や立案にあたっては、北大東村を積極的に活用するよう求めています。今回の提案について、北大東村の宮城村長は、以前から自衛隊の誘致を求める住民の声があったと話します。中国だと思うんですけどね、そこで訓練のが常態化していると。で、村民としては、やっぱし少なからず不安を持った感じでも生活をしているのが現状なんですよ。村民が安心してですね、安全に安心して、生活できるような島づくりを目指していこうと、そのためには、やっぱし自衛隊の誘致は大事じゃないかと。宮城村長は、自衛隊に対する意識も沖縄本島とは異なるものがあると強調します。この島はですね、本島とちょっと意識が違うと思うんですね、自衛隊に関して。旧艦ですね、艦が出た場合は、これまでずっと自衛隊の世話になって、搬送していただいているんですね。自衛隊の配備により人口の増加やインフラの整備など地域の活性化も期待されるとしています。意見書は全会一致で可決され、防衛大臣に郵送されるほか、今後村では大臣に直接要請することも検討しています。